やっと図鑑が200匹以上埋まったよ。これでね、サザルさんのイベントがスタートさせられる。こんにちは、ツチノコです。めちゃめちゃポケモン集まってんだけど大丈夫か。おい、サザルさん、こんにちは。おう、ツチノコくん、もしかしてテラリウムドームで200種類もポケモン捕まえたんだ。やるね。頑張りましたよ。大変でした、御三家が。えらいえらい頑張ったんだね、若者よ。先に来てた私よりドームのポケモン詳しくなってそう。それではお約束のとっておき情報を教えてしんぜよ。この写真を見てごらんよ。え、あ、なんだこれ。ん、この滝はどこだろう。お、え、ちょっと待って、これはなんかやばそう。ここもすごい滝だな。この子たち、一部ではウガツホムラとタケルライコって呼ばれてる。謎の場所に謎のポケモン、本当だったらすごいよね。パルデア地方のどこからしいけど、ツチノコくんは行ったことある？いや、行ったことない。簡単には行けない場所なんだ。すごい場所だもんね。とはいえこのご時世、フェイク写真かもしれないけどね。でも興味あったら行ってきて、謎のポケモン探すのも楽しそうじゃないかい。写真見返したかったらいつでも声かけてよ。いい調査結果を期待してるぞ、ツチノコくん。パラドックスポケモンですかね。しかもタケルライコって、ライコじゃん。これは滝がすごい目印になってるな。場所はエリアゼロだよね、多分ね。こちらもそうですかね。これなんか見たことあるな、めちゃくちゃ。よし、ちょっとじゃあエリアゼロの方行ってみましょう。さあ来たぜ、行ってみましょう。多分、あー、いるよね、やっぱり。ほら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 、絶対いる。あの滝の上でしょう。ちょっと行ってみよう。いた本当にいた。なかなかですな。エンテイだよね、これね。ちょっと後ろから吹いつけるかな。おい、あ、やべ、戻ってきて、すいません。エングラー何、おお、来た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 。よろしくお願いします。かっこいい。まずちょっとキノコのホースで眠っていただいて。うん、かわいいね、寝ちゃったの。もう守りばっかりじゃん、すごいな。よし、準備は整った。さあちょっとおしゃぶ投げましょうか。フレンドボール投げてみよう。フレンドボール、仲間に入ってください。もうきっつ、おしゃぶを捕まえるのむずいね。やべえ、つえ。ちょ、待って、ワンパンマン強えわ。どっか去っちゃった、バカ。あ、ちょっと、ちょっと待っていなくなってとこからもうセーブされちゃった。もうバカバカバカもう何やってんねん。じゃあこっち、ちょっとひどい失敗をしました。さてと、あとは多分あそこだよな。いたいました、こいつだ。もう倒、絶対倒す倒さないようにしなくちゃ、むずいな。よし、タケルライコ、
すごい渦になってる。ライゴア。行くぜ。手たぐりで、おーあそこまで行くか。ドラゴンハンマー。おー、よし、これで日野ガスさん変えよう。顔出てないじゃん、タケルライゴア。もうひどいですな。ライコを何入れようかな。ムーンボールかな、やっぱり。ムーンボール入ってください。もうおしゃぼう厳選やべえな、やっぱり。ドリームボールにしようかな。おしゃぼ厳選ってむずいね。ドリームボール、眠っちゃえ眠っちゃえじゃない、捕まっちゃえ。あー残念よく見たらあの雷雲みたいになってんのかなちょっとおもろいね、そう考えると。頼む、ドリームボール捕まってくれ、お願いします。来い、よし、やりましたタケルライコドリームボールで捕まえました。いや、おしゃぼ厳選ってやっぱ対応してないおしゃぼだったらむずいんだね。やりました。体毛から放つ雷あたりを焼き尽くすと言われている。詳しいことは分かってないんです。パラドックスポケモンの、すげえ電気ドラゴンになっちゃったんだタケルライコイエイ。うわー、うがつホムラミスった、マジで。で一回戻んなきゃいけないのかな。またあれかな、曜日を変えなきゃいけない、曜日というか日にち変えなきゃいけないかもしんないな。くっそー、やらかしたぜ。おい、一応一匹だけ捕まえてきましたが、あれ、ツノコくんは、ツノコくん、そのポケモンは例の写真の本物のタケルライコだ。首がすごいな。こりゃ写真撮りにくそうだ。その子、噂では首を一振りすれば黒雲が空を覆い落雷しまくりなんだって。すげえ本当だったら大変だねってなわけで、写真を1枚パシャリ。本当、僕撮ってないそれ。こりゃもう1匹いるかもね。続報を期待してるぞ、ツノコくん。もう1匹、もう一匹捕まえようとしたんですけど、倒しちゃってやらかした。頼む、復活しててくれ。多分日にち変えなきゃダメだよね。やらかしたぜ、本当に。いないよな、いてくれ、頼むいてくれ、頼む、いて、いて、いて、いない、いない。はい、ということで、ちょっと残念ながらね、捕獲できませんでしたけども、タケルライコの方はね、一応おしゃぼでゲットすることはできました。ただあれだよね、眠りに眠らせてるやつだから捕まえやすいやつだったけど、うかつホムラくっそまた日にちを変えてですね、ゲットしたいと思います。はい、ということで、また違うねイベントの方やっていきたいかなと思いますうがつおむらまた明日にでもねゲットしたら報告しようと思います。それでは、辻岡でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。